リンクホッケーローラーホッケー、またはリンクホッケーはローラースケートであるクワットスケートを履いて行うホッケー競技でローラースポーツの一つ。ゴールキーパー一人を含めた1チーム5人編成で試合時間はハーフタイム10分を間に挟み前半後半20分ずつで得点を競う。またインラインスケートを履いて行うインラインホッケーもある。 インラインスケートもローラースケートの一種であった。ルールにはボール、またはパックを互いのゴールケージに入れ合うホッケー的な要素があるが、ゲーム内容、ゲーム展開は、フットサルとバスケットボールを組み合わせたような内容である。日本国内でのローラーホッケーの認知度は低いが、欧州では比較的盛んなスポーツの一つであり、プロリーグも存在する。 サッカーが盛んな国ではローラーホッケーも盛んで、スペインの OK リーガは世界最高峰のローラーホッケーリーグである。サッカーチームが著名な FC バルセロナは総合スポーツクラブであり、ローラーホッケーの FC バルセロナは OK リーガで最多優勝回数を誇る。また、第7代国際オリンピック委員会会長のフアンアントニオサマランチもローラーホッケーで、 ゴールキーパーとして活躍したローラーホッケー、インラインホッケーともにローラースポーツ競技の種目であり国際競技連盟はワールドスケート日本の国内競技連盟はワールドスケートジャパン20世紀の初めには5人制のローラーホッケーが行われており1924年4月21日 国際ローラースケート連盟が設立されて国際ルールが制定され1936年に連盟主催によるローラーホッケーの第一回世界選手権大会がドイツのシュトットガルトで行われる1992年バルセロナオリンピックではローラーホッケーがオリンピックの公開競技となる主観はフランス語の略称が変更になった国際ローラースケート連盟である IOC 公演の大会であるワールドゲームズでは1981年の第1回から第4回及び2001年に秋田で開催された第6回ワールドゲームズのおいて正式種目となったが2005年にデュースブルクで開催された第7回ワールドゲームズからは実施されずインラインホッケーが正式種目となった日本においては1953年に日本 ローラースケート連盟が設立され、1960年に第1回全日本ローラーホッケー選手権大会が開催、以後毎年開催されている。2019年現在、ワールドスケートでのリンクホッケーのルールは以下である。勝敗時間内で得点を多く決めたチームが勝者となる。用具主な反則その他、ボールを手で扱う、選手交代時に一時的に、 リンク内が6名になるなどがある。退場審判は選手に対して2分から5分間まで、または残り時間すべての退場を命じることができる。審判は3種類のカードを使用する。ブルーカードとレッドカードは事前警告なしに審判の判断によって宣告することができる。東京都ローラースポーツ連盟のローラーホッケーとワールドスケートのリンクホッケーとの主な違いは以下である。 かつては主にローラーホッケーと表記されていたが、国際ローラースポーツ連盟のウェブサイトでは2011年までにリンクホッケーに解消している。国際ワールドゲームズ協会のサイトでは、ワールドゲームズ2005、ワールドゲームズ2009においてインラインホッケーのことをローラーホッケーと呼んでいるが、ワールドゲームズ2013以降はインラインホッケーと呼んでいる。また、 同団体の YouTube チャンネルでは、ワールドゲームズ2017の映像について、インラインローラーホッケーと呼んでいる。日本においては、日本ローラースポーツ連盟のサイトでは2015年までに、リンクホッケーに改称している。連盟主催で1960年から開催されている全日本ローラーホッケー選手権大会も、2019年に、全日本リンクホッケー選手権大会に、 解消されているワールドスケートジャパンに加盟している東京都ローラースポーツ連盟ではルールは若干異なるが2020年現在もローラーホッケーと呼んでいる。秋田で行われたワールドゲームズ2001のサイトではローラースケーティング競技のホッケーと記載されていた。ありがとうございます。